まずでもレッスンをする中では安全を一番に考えているのと、分かりやすくレッスンをしようとは心がけてます。やっぱりピラティスすることで日常につなげていただくこと、日常で何かこう体の不調が良くなることとか、こう気づきをご自身の中で見つけてもらえたらいいなっていうのは思ってます。私にとってピラティスとは、インストラクターとして仕事としてやってるんですけども、自分自身やっぱりピラティスなしでは生活できないぐらいピラティス毎日やってますし、すごくピラティス自体すごく好きなので、なくてはならないものですね。